ブ,ブブブとモモモモのヒーロー物語。泥棒ある国の爽やかになるはずの一日が、一人の村人の叫び声によって始まった。任せろ、ガッテンブーただいま参上も空から何やら二つの影が飛んできて、地面に降り立った。が、 勢い余ったのか、ドスンとぶつかる音がして、煙が上がった。いたまたブブブブかくぅ、邪魔しよって、もももも。よく見ると、豚のブブブ,ブと、牛のももももだった。僕が助ける俺のが強い二人はいら立ちながら、 相手を押しのけて前に進もうとするしかしお互い足をかけたり手を出したりするので結局二人で転んでしまった犯人はラッキーと二人をよけて走り去ったあなたたち喧嘩しないでそれより犯人を捕まえてちょうだい 村人のハトは、だかい声で怒りながら叫んだ。結局、後から駆けつけた村の警察が犯人を逮捕。被害者のハトは、ブブブ,ブと桃もも二人を睨みつけながら、余計なことしないでよと言って、羽を抜かれた方の翼をさすりながら帰っていった。 ブブブブとモモモ,モは鳩のあまりの剣幕に肩をすくめたものの姿が見えなくなるとお前のせいだからなブとブブブブがモモモに言った僕のせいじゃない君が余計なことをするからだなんで君と一緒にされなきゃいけないんだもん。モモモモは腹を立てて言い返した この二人は誰よりも飛べて、誰よりも力が強くて、誰よりも早く人の困りごとに気づける。だから最初は誰もが二人が現れた時、この国を救ってくれるヒーローになると期待していた。だが問題だったのは、君が悪いもんお前が悪いぶ、 と、毎回喧嘩しては、犯人を逃がす始末。ももももはイライラ帰り、ぶぶぶぶはプンプン帰った。もももは友達に、ぶぶぶぶは奥さんに、今日の話をした。また友達も奥さんも、毎回聞く話にうんざり。 だだってあいつムカつくんだブブブブもモモモモモももももそう叫んだちょっといい加減にしなさい友達も奥さんも言った何がむかつくの二人の言い分を一通り聞くとみんなが言ったそんなにタイミングが合うなら ちゃんと連絡を取って助け合ったらいいじゃない。それを聞いた途端、ええー、それは絶対にないよ。ブ,ブブブとモモモは首を激しく横に振った。二人は外の風に当たりたくて歩いていた。自分は誰よりも力があることが自慢で、 誰かの役に立ちたかったしみんなに感謝されたかったんだ川に架か,かる橋にたどり着いて水面に映る自分を見る自分が特別になりたかったあいつさえなければ自分がこの国のヒーローだったのに悔しさと苛立ちは募るばかりそうして 妙にタイミングの合う二人は、また気づかないうちに隣に立っていた。ふと、水面に自分ではない人影が映っていることに気づく。ももも,もブブブブ,ブ二人はとっさに戦う構えをした。なんだ、やるのか望むところだ。 二人は叫んだ。だが、お互いにさっき言われた言葉が蘇る。しばらく睨み合った後、最初にため息をついたのはも,もももだった。なあ、そろそろ無駄な争いは終わりにしようぜ。どうしていくか話した方がいいと思う。なんだと ブブブブも一瞬飛びかかろうとしたものの、さっきのことを思い出し、決まりが悪そうに、確かに、と橋に寄りかかった。確かに、一番大事なのは、この国の人たちの安全と平和だからな。本当は、誰かに言われなくても、最近わかってきていた。 しばらく考えた後、二人は同時に口を開いた。あの,あのさ、タイミングの良さについ笑ってしまった。その瞬間、肩の力が抜け、ある思いが押し寄せてきた。もしかしたら僕たち、いいコンビになるかもよ。そうかもな。 と嫌がっていたのに、今はそれが悪い気はしない。やってみるか。ブブブブともももは握手して力強く頷いた。そして数日後。泥棒今度はハムスターのお母さんが怒り狂っていた。 ひまわりたねをリスの集団に持っていかれたようだ「任せろがッ部。ーただいま参上もう!」叫び声とともに網を持った2人がどこからともなく飛び降りてきたハムスターのお母さんは「あっちゃまたあの2人!と」とめまいを覚えるところが 網は見事リス集団を捉えてひとまとめにした。リスたちは網の中でジタバタしながら、こんなことなら森のどんぐりを拾いに行けばよかった。と、後悔した。え、ありがとう。すごいわ、二人とも。ハムスターの奥さんが少し戸惑いながらお礼を言った。 目の前には、いつもの喧嘩しているブ,ブブブとモモモではなく、二人で得意げにポーズを決めている姿。どういたしまして、おやすいご用。ブブブブとモモモモは、二人で褒められるのが、とても嬉しく、気持ちがよかった。今までは、自分だけが褒められたかったはずなのに。 でもわかったのはやはりこの国のみんなを守りたかったんだという気持ちブブブブとモモモモの思いは同じだったんだ駆けつけた警察も近くにいた村人たちも微笑みながら二人に拍手を送った「これからも一緒に力を合わせよう」「おう足を引っ張るなよ」 二人はハイタッチをした「こうして何か問題が起きた時は二人がどこからともなく駆けつけこの国に平和が訪れましたとさ」。おしまい